見るかどうか迷うわねー。いきなりデジャブを感じるな。また筋肉マン映画で迷ってるのか？実はそうなの。前にあまり評判の良くない作品を聞いたけど、やっぱり見るなら評判の良い作品が良いのよね。何かないかしら。そういうことだったらちょうどいい作品が2つあるぞ。というわけで今回は絶対に見るべき神映画と称して、劇場版筋肉マンの1作目と2作目を紹介するぜ。それじゃあ今回も、ゆっくりしていってね。まずは劇場版1作目筋肉マン奪われたチャンピオンベルトだぜ。今作は1984年7月14日に、東映漫画祭りの一作品として公開された作品だ。キャッチコピーは私はドジで強いつもり筋肉マン。ドッタンコ、バッタンコ、この夏宇宙サイズの大騒ぎだな。ストーリーのはちゃめちゃ感が伝わるわかりやすいキャッチコピーね。だけどその東映漫画祭りって何だったかしら？なんだ忘れてしまったのか。東映映画祭りとは1967年から始まった。夏休みなどの長期休みに公開された東映の子供向けオムニバス映画だな。オムニバスってことは数本の映画がまとめて公開されたってこと？その通りだ。だから本作が公開された東映漫画祭り1984年夏でも、筋肉マン以外に超電子バイオマンザカボチャワインニタの愛情物語、宇宙刑事シャイダーの3本が同時公開されたぜ。おお、1本分の鑑賞料金で4作も見れるなんてお得じゃない。ほんとだよな。東映アニメーションを自社内に持つ東映ならではの、お子様サービスとして当時の国産劇映画の不振を横目に、観客動員数は年々上昇していったんだぜ。でも今はやってないのよね。ああ、2019年には10年ぶりに興行が復活し、2021年にも8月に公開されたが現在は単独上映に切り替わっているな。そんな東映漫画祭りの一作品として公開された本作は、7人の悪魔超人編集用語のストーリーになっていて、アニメで語られた筋肉マンランド建設のエピソードが題材だぜ。あったわね筋肉マンランド。でもそれがどうストーリーに繋がるの？じゃあここで本作のあらすじを紹介するぞ。筋肉マンは7人の悪魔超人との戦いを終え、自身の夢である筋肉マンランド建設のために寄付金を集めていた。しかし著名人が寄付に参列する中空に暗雲が垂れ込め突如として現れた。メトロ製の宇宙地下プロレス連盟によりチャンピオンベルトと、恋人である二階堂マリがさらわれてしまうぜ。マリシャン。そしてボスのオクトバスドラゴン3世は、筋肉マンと改めて決着をつけるためマリを人質に、次の日の12時までにメトロ星に来ること、1秒でも遅れれば、女を巨大怪獣ギラザウルスの餌にすると言いつけ、去っていったんだ。すごいわね、映像を見なくても絵が頭の中に浮かんでくるわ。単純明快なストーリーだからな。こうして筋肉マンはテリーマンらアイドル超人の協力を得て、メトロ星へと向かうわけだ。道中では、次々と正義超人たちが自らの犠牲になることに疑念を抱き、苦悩する筋肉マンだがチャンピオンベルトと、マリの命を救うためにテリーマンと共に最後の決戦に挑むんだぜ。さすが神映画と言われているだけあって面白そうね。それに大ボスのオクトバスドラゴン3世にも興味津々よ。オクトバスドラゴン3世はメトロ星に本拠地を持つ、凶悪レスラー集団宇宙地下プロレス連盟のボスだな。宇宙地下プロレス一の実力者とされていて、ギラザウルスの餌としてマリを脅すことも平気で行うなど、倫理観のかけらもない悪の超人だぜ。最低な野郎じゃない。だが声優が美味しんぼの貝原雄山や、ガンバの冒険の呪いを務めた大塚千佳推しなので、声はめちゃくちゃかっこいいけどな。うおう、急にかっこよく見えてきたわ。このように魅力的なボスが登場する本作だが、大人気アニメの映画化ということもあり、観客動員数は180万人配給収入は8億3000万円という、大ヒットを記録したぜ。8億3000万ってすごいの？もちろんだ、なんせ1984年に公開された全邦画の配給収入を、ランキング化した1984年邦画配給収入ランキングでは、第8位にランクインしているからな。トップ8はすごいわね。個人的にも筋肉マン映画の中で今作が一番面白かったぜ。ギャグ色の濃いアニメ版筋肉マンらしさをしっかり出していて、ドジで間抜けでカッコ悪い筋肉マンが、友情パワーで勝利するシーンはやっぱり胸が熱くなるな。うんうん、王道の展開だけどそれが見たいのよね。だからファンなら安心して楽しめるし、初見の人にも筋肉マンの魅力が一発で伝わる映画だと思うぜ。じゃあ筋肉マンを見たことがなくても楽しめるの？ああ、そういうお客さんも置いてけぼりにならないよう。アデランスの中野さんによる丁寧な解説が入ってるからな。それなら子供の付き添いで見に行った筋肉マンを全く知らない親御さんも、楽しめたかもね。そうであってほしいな。また、ギャグのキレが良いので公開から40年経った。今でも笑えるのがすごいところだぜ。今でも？筋肉マンのアニメって、ちょっとくどいシーンがあったりしたけど、そういうのもないのかしら？ないんだよなこれが。上映時間が48分と短いからクラブが洗練されているんだ。実在の有名人に似たキャラクターや宇宙戦艦ヤマトなどの、
パロディーも豊富かつテンポよく繰り出してくるからな。めちゃくちゃ面白そうじゃない。その一方で、シリアスな面もしっかりと書かれているぜ。今作では筋肉マンが次々と自分の犠牲となる正義超人に対し、真の友情とは何か?という問題を提起しているんだ。真の友情とは何か?そうだ、その過程で一人ずつ個別に正義超人の活躍が描かれるんだが、このおかげでボブ狩りの旦那など各キャラに見せ場があるんだ。ここは俺に任せて先に行け、という超王道の展開だが、それゆえにわかりやすくてテーマがスッと入ってくるぜ。友情の大切さがストレートに伝わってくるわね。その上、敵組織と筋肉マンたちのプロレスバトルも、渋い技の応酬で見応えバッチリだからな。バトル、シリアス、コメディ、すべてが絶妙なバランスで成り立っている神映画。それが筋肉マン奪われたチャンピオンベルトだぜ。たまらないわね、一作目だから入りやすいし、筋肉マンの映画を見たいって人は、とりあえずこの作品を見ておけば間違いなさそうだわ。もう一つの神映画は筋肉マン大暴れ正義超人だ。今作は、奪われたチャンピオンベルトの5ヶ月後1984年12月22日に公開された、劇場版第2作目だぜ。え?たった5ヶ月?すごいスパンだよな。そんな本作は原作における超人オリンピックザ・ビッグファイト。前に筋肉星に帰国した際の話をベースにしているぜ。作中の時系列では7人の悪魔超人編と黄金のマスク編の間に起こった、出来事とされているぞ。原作と繋がってるのね。ただラーメンマンやバッファローマン加入の下りや、得得前の筋肉ドライバーを使用する点など、原作と異なる場面もあるがな。さて、そんな本作のあらすじを紹介しよう。今作はどんなお話かしら?超人オリンピック V2 達成と悪魔超人シリーズに勝ち、凱旋帰国した筋肉マン。しかし筋肉マンのチャンピオンベルトを狙った、宇宙暗黒帝王ブラックエンペラーが、ブラック軍団を各地に派遣するぜ。ブラック軍団?こうしてブラック軍団と正義超人たちの戦いが始まる、というのが本作のあらすじだな。相変わらずわかりやすいストーリーね。それでブラックエンペラーは何者なの?ブラックエンペラーはブラック軍団の総帥だ。筋肉族に恨みを持つホルモンやアキと手を組み、シシカバブーを諭し筋肉マンたち正義超人を抹殺後に、地球征服を企んでいたぜ。悪いやつね、でもこんなやつ筋肉マンにかかれば楽勝でしょ?いいや、ブラックエンペラーは、かつて一度も相手に体を触れられたことがないと、言われるほどの力の持ち主なんだぜ。何それ?めちゃくちゃ素早いってこと?そういうことだ。それに万が一その超スピードを見切られて掴まれたとしても、必殺技のブラックスターファイヤーで、全身を炎とかせば相手を吹っ飛ばしてしまうからな。個人的にも劇場版の筋肉マンの相手で一番強かったと思ってるぜ。そんなに強いんだ。火事場のクソ力を使った筋肉マンのデビルファイヤーと、体当たりしてほぼゴブゴブだったしな。あのデビルマンみたいな頭の角もかっこいいんだぜ。あれ角なの?そんな筋肉マン大暴れ正義超人だが、観客動員数は204万人。配給収入は大ヒットした前作を超えた 9.5 億円となっているぜ。おお、前作よりお客さんが入ったのね。本作も前作同様めちゃくちゃ面白いからな。筋肉マンとテリーマンら正義の挑戦士たちとの友情や絆は、本作でもしっかり書かれているぜ。仲間たちも一人一人しっかり見せ場があったしな。戦いのテンポもよく特に流れるように必殺技が、炸裂するシーンは見応え十分だぜ。戦闘シーンも良かったんだ。ああ、がっつりプロレスシーンが書かれているからな。また先ほども触れた通り、敵のブラックエンペラーが魅力的だぜ。他の劇場作品ではあまり見られない役の大ボスらしい威厳があるしな。声優の柴田秀勝氏の熱演も相まって格調高い見事な悪役になっていたぞ。やっぱり映画の出来は敵の魅力が大きく関係してくるわね。敵がしょぼいと映画全体がしょぼく見えてくるもんな。そういった意味でも本作は神映画になっているぜ。ちなみに余談だが、本作が公開された1985年の東映正月映画枠は、当初、タモリさんが主演の、いいとも探偵局を準備していたそうだ。え?アニメ作品ですらなかったの?しかし、タモリさんのスケジュール調整ができず延期され、子供たちの間で圧倒的な人気を得て前作が大ヒットした、筋肉マンが候補に上がったそうだ。すでに人気は下降しているなどの反対意見も出たが、最終的には筋肉マンの実力を買い正月映画として上映。結果、ライバル映画を抑え9億円を超える、大ヒットを記録したんだぜ。そんな背景があったのね。筋肉マンの神映画が生まれた裏にはいろんな人たちの後押しがあったわけだな。今回紹介した2本の映画をまだ見ていないという人は、ぜひ見てみてほしいぜ。というわけで今回の紹介は以上です。最後まで見てくれてありがとうだぜ。面白かった人はチャンネル登録と高評価よろしくね。それじゃあ、またね。